教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーアーチシフト今週は八千代松陰中学校高等学校の井上雅先生をゲストにお招きしています井上先生本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします井上先生といえば Chromebook 導入の先駆者というイメージがあるんですけども まずは一人一台のクローンブック導入に至った経緯についてお話いただけますでしょうか私はもともと数学科の教員で採用されたんですけれども<お>2003年から高等学校教科情報がスタートした時から情報の担当になりまして、うん、情報の授業をやってる中で ICT を活用したものを自分の授業の中で取り入れることができないのかなと思って試行錯誤していたところちょうど2007年ぐらいに国立情報学研究所が開発したネットコモンズという CMS コンテンツマネジメントシステムですねこれが無料で使うことができることを知ってそれを使っていわゆる今の Google クラスルームのようなことですね その授業に参加している子どもたちと担当者である私が入れるルームを作って、うん、そこで情報交換ができると、うん、例えば授業で扱った教材をそこに置いといて子どもたちは家に帰ってからでも見ることができるとそんなところで自分の授業の中で活用していってたんですが確か2011年だったと思いますけども、まあ、文部科学省の方からですね 2020年までには一人一台の情報端末を活用した事業をやるぞというようなことが出てきましたので「さあやるぞ」と言った時にすぐにスタートできるように準備をしようと。じゃあ何から準備すればいいかというとまずは情報収集からだということでですねインターネットはもちろんですねリアルのセミナーとか講演会とか。 まあそんなところに出かけていって先進事例を学ぶというところからスタートしましたその中で一番影響があったのはやっぱり「i t チャーズ t v かなという <laughs> いところでですね小坂井先生はじめいろんな先生のお話を聞きながらあこんなことができたらいいなあんなことができたらいいなというふうに思っていたところ2015年ですか当時は Google Apps for Education と言いましたけども、うん その中の Google クラスルームであってあ、これは IT が苦手な先生でもすぐに取り付いてもらって活用できるんじゃないかということで、その秋にすぐに Google に申し込みをして、うん、学内で使えるようにしたというところですね。でそして2016年の4月から全教職員と、まずは高校生。 全員にアカウントを付与してまずは Google から使い始めようとそれも使ってくださいっていうんじゃなくって使いたい先生はどうぞというようなスタンスでスタートしてじゃあ1学期終わったところでじゃあ今度は1人1台生徒が端末持ってたらどんなことが起こるんだろうとそういう実験をしたいということで学校にお願いして50台クロンブックを購入してもらって、うん、いわゆる実証実験をしたと。 まあそれ実験したところですね生徒たちのアンケートを集計してみると9割以上の子たちが肯定的な意見を述べてくれたということそしてまあその秋に当時私教頭だったんですけども、うん、管理職対象の県外の学校を視察すると研修があった でそれに私と当時のもう一人の教頭先生と一緒に大阪の近畿大学附属高等学校に視察に行かせてもらって当時は確か森田先生が校長先生だったと思いますけども森田先生そして乾先生のお話を聞き、まあ、私はもう絶対有用だと思ってたんですけども、うん、その時一緒に行った教頭先生もいやこれぜひすぐやらなきゃいけないよねっていう話になってそれで早急にやろうと、まあ、そうこうしているうちに実証実験に絡んでくれた 生徒の4名かな突然放課後職員室に来てにあのクローンブック貸してくださいと、うん、何に使うのっていうことで聞いたらマイナビのプレゼンテーションの大会に出たいということでいいよっていうところでやったところあれよあれよという間に決勝戦まで。 行っってしまったということで、うん、まあこれはまあ生徒たちも使ってこんなことができるんだっていうことを他の先生方に結局アピールしてもらえる形になったのかなということで2017年の4月の入学生から入学時に家庭負担でクローンブックを購入してもらって学校生活のいろんな場面で活用していこうというふうな形で一人一台の環境にしたということです。 2015年から Google Workspace for Education、まあ、当時は Google Apps for Education ですね、うん、を導入されたということですけれども、恩子ではどんな風に活用されているんでしょうか。非常にオーソドックスな使い方だと思います。クラスルームがやはり基盤になっていて、まあ、そこからの情報発信が一番基本的なところにあるのかなと。 ホームルーム、学級単位のクラスルーム、そしてうちの学校はほぼすべての教科で、習熟度別の授業展開をやっておりますので、各授業のクラスルーム、そしてクラブ活動、委員会活動など、いろんなところでクラスルームを活用していて、その中で私が非常に素晴らしいなと思うのは、ある運動部なんですけども、 その顧問の先生はほぼ毎日クラスルームから発信されていて<ー>その日の練習メニューとかいろんな資料をクラスルームで上げて子どもたちはグラウンドに行く前にその日の内容を把握してやってるというようなところが非常に印象的でクラブは全国大会の常連になっているということで非常に素晴らしい活用の仕方だなと思ってるんですけれどもね。先ほどからお話聞いてて 新しいものにですね、うん、触れた時にこれはいいんだぞとかこれはいけるんだぞっていうふうに先生はその度にお感じになってらっしゃるみたいなのでと、うん、それを周りの先生に広める時の工夫とか説得するとか、うん、そういったようなところってどのようなところにお気遣いいただいてるんでしょうか使、ね、使っっっててててて便利だなないいいいうううここととを実感しももらうっていうところですね、うん、ある使い始めて間もない頃 先生ですねその先生は研修担当の先生だったんですけどもアンケートを取りたいんだけれどもっていうことでじゃあ Google フォームを使えば簡単にできますよっていうような話をして私が作ってみせるんじゃなくって、まあ、その先生のそばにいてこ,てこうやってこうやってこうやってということでできたっていうことで便利さを実感してもらうっていうそこが結構重要なんじゃないかなとこれは先生方だけじゃなくって子どもたちに対しても これをこんなふうに使えばこんなことができるんだよっていうふうな百聞は一見にしかずじゃないですけれども、うん、そんなところを実感してもらう仕掛けが大切なんじゃないかなと思っていますまた井上先生は Google ワークスペースの教育活用に関する本も執筆されたと聞いていますけれども、うん、おすすめの活用法なんかあったら教えていただけますでしょうかまず僕はやはり授業で活用するためには そもそもある程度の授業力がないとダメだと思ってるので、うん、その1時間の授業の中でどの場面で ICT を使った方が今までよりも効果的になるか、うん、そのツボをまず見極めてもらって、うん、そこからまずはシンプルに使うっていうことアプリを組み合わせて使うっていうこともこれ重要なんですけどもまずはシンプルに使うそこから始めて もらうのが ICT ライトユーザーの先生にとってはいいのではないかなと思っていますとにかくやっぱりその先生がその授業でどういうことを狙いとしてやってるのかっていうのを明確にされてじゃあこの部分でこのアプリを使ってみたらどうかっていうところでやられていくのが最初の一歩なんじゃないかなと思っています具体的に申し訳ないんですけど私自身も、うんうん 教職特に数学の教員を目指している学生さんの指導をしているんですけど、うん、意外に ICT の活用ってイメージできないみたいなんですけど、うん、そういった若いちょっと不得意だなと思っている数学の先生、うん、その他もそうなんですが、うん、まあどういうことからやっぱり始めるべきだなっていうのはあったら教えていただきたいんですかそうです、ねまあ数学のののったら、まあ、今は小学校からかデータの活用っていうのがありま 使ってやっててやみるるとこうなるあとはそれと並行してやっぱり僕デジタル一辺倒ではダメだと思っていてアナログ的なことですね例えば自分でヒストグラムを書いてみるとかっていうような指導をどうすればいいんだとかだそういうデジタルとアナログを併用して 教材研究していくうちにあこの場面はデジタルの方がいい,いやこの場面はやっぱりアナログだよねっていうようなところが見えてくるんじゃないかなと思うんですけどもね。なるほどおっしゃる通りだと思います、うん、最後に一つお聞きしたいんですけども、はい、井上先生がこのクローンブック一人一台導入した当時って。うん ままだまだだが主流だったなぜ iPad ではなくて Chromebook 選ばれたのだけそれを教えていただけますでしょうか、はい、それは非常に単純な理由で、はい、やっぱ僕はクラスルームにまず惹かれたのであ<ー>やっぱり Google と相性がいいっていうところそこですね行き着くところは。僕もやっぱり最初研究したところ iPad を使ってらっしゃる学校が当時多かったので iPad がいいのかなと思いつつやってたんですけども。 やっぱりクラスルーム使っていると相性という点ではクロブックの方がいいんじゃないいかななという理由ですねなるほどですね、まあ。ということはやっぱり目的やりたいことがあって、うん、そのためのツールとして ICT 何を使うかっていうのが大事ってことですね。うん、はい、はいはい、といったところでそろそろお時間になってしまいました「TeachersShift 新しい学びと先生の働き方改革」。 今週は八千代松陰中学校・高等学校の井上勝先生にお越しいただきました井上先生、とても参考になるお話ありがとうございましたありがとうございましたドクター小坂のキャリア塾みなさんこんにちは小坂です、えー 第22回目は「教員になる前に目指すべき能力」と題しましてお送りいたします。とある自治体さんからですね教員採用の計画に対する意見くださいというお仕事をいただいたので改めてて教員の採用倍率とかを調べてみましたそうするとですね文科省の発表によりますと小中高の倍率というのがですね 以前は5.9倍だったものが現在3.6倍にまで下がっているという現実を目の当たりにしてしまいました。当然ながら少子化に伴うところで実際になり手が少ないといったようなこととかもあるんだとは思うんですけれども3.6倍っていったようなところまで下がったのは結構驚きな数字でした。 で現在のところ平均年収レベルでいうと、まあ、この番組の視聴者の方はご存じたの通り公立の教員っていったようなところで言えば民間企業より平均年収は高いわけなんですね。で調べてみると離職率もそんなに高くなくて1%から2%あたりの推移でいってるようです。離職者が少ないといった中で今調べてみますと民間企業勤務経験者っていう方がですね3% ぐらいのでですすねね採用率にななってるようなんです、ね、やはり学校からそのままですね先生になってしまうもしくは先生になっているという現状があるのでやっぱりガラパゴス化するっていう組織の状態といってもまだまだあるように思います。 ついでに調べてみたんですけれども東京都の条件付き採用教員の任用状況を見ると1年経って正式採用される人がどれだけいるのかっていうところなんですが正式採用ならなかったの人の割合というのが令和3年度で4.2%いらっしゃいました。 一部報道では病気とかを理由に退職する割合が増えているとも出ているんですけれども実際に精神疾患特にうつ病とかで病気休職者のですね数を調べてみると人というう実績があるようなんですね。やはりこういう業務におけるストレスといったようなところでうつ病になられてしまうという方が結構いらっしゃるようです若い方々特に教師の卵の方がどのような形で 教育現場に出ていくかっていうとストレス体制もちろんパワハラだとかいろんな要素があると思います激務であるだとかただ一番私が注目しなきゃならないのが現場に出て通用する能力を持っているゆか否かといったところですなので若い先生方特に教師の卵の方々はどちらかというと社会人基礎力といったものはもちろん大事ですとりわけストレスコントロール力は必要でしょう でさらに言えば専門能力として試験に受かる能力だけではなくてそれもそも教員の多様な仕事をこなす力もある程度身につけるという気持ちで高みに登っていただくといったことをしていただく努力が必要なんではないかと思いました。教師の玉川の方どんどん頑張っていただけるといいかなというふうに思うばかりでございます。それではまた ティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください